にちは、シンデレリーメンバーの高橋鈴鹿ですと、タナケンさんに今日は来ていただきました。私は田中健吾、通称タナケンという名前で活動しておりまして、2012年に新卒でアマゾンジャパンに入社しました。で、4年半ほど勤めて、途中の副業からだったんですけれども、2015年に起業して、1年半ぐらいダブルワークして、そのアマゾンを辞めた後は今はネット通販系の会社を経営しているという感じです。ありがとうございます。はい、なんでアマゾン起業と思ったんですか？は2チャンネルで見たんですよ。2チャンネルで見た、まあ、お前らチャンスっていう記事があって、はい、Amazon が新卒採用始めた、うんうんうん、お前らちょっとやってみようかなっていうんで、まあ、そうですね、まあ、本当にお酒飲みたくなくて、はい、外資系ばっかり受けてて、で他になんかなんたらジャパン系ないかなっていう中で、働き方事情について聞きたいんですけど、はい、働き方、例えば日本企業だったら、うん、お昼の時間しかオフィスから出ちゃいけないとか、うん、まあ、何時から何時まで自分の席で働かなきゃいけないとかあるんですけど、はい、アマゾンはちょっともうちょっと自由かなっていうイメージがあるんですけど、そうですね、そこの実態ってどうなんですか？本当に自由だったと思います、はい、一番私がいいなと思ったのは飲み会が少ないっていう。もう私はそれ嬉しいですで なんでいいかっていうと、はい、僕大学時代体育会だったんですよ。そうなんですね。こう見えてってのもあるんですけど、で、結構飲み会激しいじゃないですか、はい、で、アルコールも弱かったんで、はい、本当そういうの無理だなと思って、うんうん、で、すごいざっくり外資系ってそういうのなさそうだって、はい、なさそう、ほんで本当なかったんですよ。うーん、で、逆に何を大切にするかっていうと、ランチタイムが結構、まあみんなのなんですかね、息抜きの場というか、はいはい、コミュニケーションを取る時間で、うん、まあ、長い時は2時間半ぐらい緩かったですね。まあそれは、うん、なんでしょうね、無秩序のように聞こえるんですけど、うん、そういうわけじゃなくて、ちゃんと Amazon には Amazon なりの規律規範みたいなものが定められてて、うん、プラス、まあ、いわゆる成果主義結果が、はいはい、まあ、ちゃんと出てたら、その範囲だったら、まあ、何しててもいいよっていうカルチャーなので、はい、まあ、それが成立していたっていう感じです。アマゾンの規律ってどんな感じなんですか？はですね、ちょっとこの後面接にも関わってくる話なんですけど、はいはい、リーダーシッププリンシプルっていうものが、うん、16個ありまして、はい、まあ、当時は14個だったんですけど、その16個の、まあ、条文みたいなものが、はい、結構みんな覚えてるんですよ、16個、うん、そういうのが、まあ、社員証みたいなののちょっとなんかくっつけるやつとかにもカードみたいなのをちょっと、まあ、持ちながらちょっと、まあ、はい、たまにこう思い出しながら、はい、そういうのが、まあ、規律規範としてはあったんですけど、別にそれは物理的に何かを制約するわけじゃなくって、うん、なんかこう OLP があることで、まあ、Amazon の社員さんが確か150万人ぐらいいるらしいんですけど、うん、を、まあ、束ねていると、はいはい、入社した研修期間に目黒駅で朝7時とか8時ぐらいに三井住友銀行の前にリクルートスーツ着た、はい、あ、まあ、おそらく新卒1年目の方がなんか、はい、列を作ってて、はい、挨拶してて、もう痺れるなみたいなのを横目になんか10時ぐらいにゆっくり出社するみたいな。遅くてもいいんですね、出社の時間も。まあ、研修中はもちろん9時とか決まってましたけど、はいはいはい、基本的にその実務が始まってからざっくり10時までには来ようねみたいな。へえ、自由なんだね。あったんですけど、でも別にミーティングがなければ11時でも11時半でも、うん、じゃあもう本当に自由な働き方なんですね。だったと思います。ヘルスステーションっていう、はい、まあ、仮眠ですね、はいはいはい、仮眠する場所とかがあって、そこでちょっとサボったり、はい、あとはカフェテリアみたいなのがあって、はい、まあ、そこでなんかいかにも体に良さそうな、うん、オーガニックって感じの飲み物とか。へー、その給与や福利厚生についてちょっとお聞きしたいなと思ってます、はい、で、給与って具体的にどういう評価制度がどういうふうに決まっていくんですか？まず評価制度はざっくり2つありまして、はい、定量評価、定性評価みたいな感じで、うん、定量評価でいうと、まあ、私営業部に何年かいたんですけど、シンプルに獲得件数とか売り上げみたいなものが定量的に評価されます、はいはいはい、例えば達成率何パーセントでしたとか、うん、そうですね、うん、で、定性っていうのがさっき話したの OLP、はい、リーダーシッププリンシプルをもとに、はい、まあ、その人がこんなプロジェクトでこういう例えばシンクビックなアイデアを出してくれましたとか、アントラストっていうのがあるんですけれども、はい、失敗したけれどもそのミスをこう隠さずに、はい、こうみんなで反省して次に生かしましたとか、まあ、そういう
こう数字に表れないけどその人の人となりとか、はい、ビジネスマンとしてのこう行動評価みたいなものがあったりして、それが複合的になって最後、その人に対するトータルの、はい、まあ、その年のこう給与というのが決まりますと。でそれが、現金の年俸というものと、はい、ボーナスのこの2つになってて、はい、でボーナスは Amazon.com の株がもらえるっていう仕組みになります、うんうんうん、結構人によって違うんですか、給料。入社したタイミングでベースが決まって、そこから昇給率は相対的に決まっていくみたいなイメージで、はい、あの5段階評価なんですね、はい、で、一番上がズバ抜けているアウトスタンディングっていうのがあって、はい、で下の方にはあのインプルーブメントニーディットっていうちょっと怖いはい、評価があるんですけど、怖い評価、結構怖いですよね。真ん中以上を出せば株はもらえる。で、アウトスタンディングだったら昇給率も高いし、なるほど、株もたくさんもらえる。はい、で株、うん、そういうのは年齢で決まったりとかじゃなくて、もう完全に実績とか成果ベースとか。そうです、成果ベースですね。新卒で入社された私の一つ、後の年次の方が、はい、もうその50歳のぐらいの方がやっててもおかしくないようなポジションで、はい、今ボスをやってるっていう人もいるので、うん、本当に実力次第ですね。はい、外資のアマゾンとかだと、はい、もう3年目くらいで1000万円くらい超えそうだなってイメージあるんですけど、え、成果を出さなかったらすぐ首切られるみたいなイメージがあるんですけど、中国、アメリカ、インドの方が特に多いんですけど、